アスレティックビルバオ、アトレティッククルブは、スペインバスク州ビルバオに本拠地を置くサッカークラブである。日本ではアスレティックビルバオあるいはビルバオの通称で広くられている。1912年に最後の外国人選手がクラブから去って以降、選手はバスク人に限定するというクラブ法人を守っており、契約するプロ選手はバスク州ビスカヤ県。 ギプスコア県、アラバ県、ナバラ州、ラリオハ州出身者か、フランス領バスクのラブールスールバスイコール、ナバール出身者のみである。1929年以来継続してプリメイラ、リビシオンに在籍しており、8回優勝している。コパデルレイ、国王杯では24回の優勝を誇る。ラリーが通30位表ではレアルマドリード、FC バルセロナ、 バレンシア CF に次ぐ4位に位置し、レアル・マドリード、バルセロナと共に一度もセグンダ・ディビジョン、2部に降格した子がない3クラブのうちの一つである。レアル・ソシエダとの対戦は、バスクダービーとして盛り上がりを見せる。ロス・レオネスというニックネームがある。マメスは、ローマ人によって、ライオンの群れの中に投げ入れられたキリスト教徒であるが、ライオンたちは、マメスの捕食を拒み、 そうして彼は後に成人となった。アスレティックはスペインにおいて株式会社化を行っていない4つのクラブ、その他はレアルマドリード、バルセロナ、CA オサスナのうちの一つであり、ソシオと呼ばれる組合員によって所有され、経営されている。女子チームはスーペルリーが女子一部で4回優勝している。バスク人に限定するというクラブ方針は近年では 規制が多少緩められ、直系の先祖にバスク出身者がいる選手はプレー可能となっている。この方針は賛否両論であるが、地元出身者を積極的にトップチームに昇格させることや、クラブの忠誠心などが称賛されている。かつては、ライバルのソシエダもアスレティック同様の方針を持っていたが、1989年以降のソシエダは、バスク人以外の選手、 スペイン国外出身選手とも契約を交わすようになった。アスレティックは外国人監督を招くことには積極的でクラブ創設以降多くのスペイン国外出身者が監督を務めた。クラブにはレサマと呼ばれる下部組織のピラミッドを通してジャクバスク人選手を育成するというカンテラ方針があり、またホセバエチェベリアやハビマルティネスなど他クラブからの優秀な バスク人選手のリクルートも行っている。イギリスに繋がりがあることなる二つの集団によってビルバオにサッカーがもたらされた。製鉄業や造船業などに従事したイギリス人労働者とイギリス留学帰りのバスク人学生である。19世紀後半のビルバオは近隣に鉄鋼石鉱山や造船所を抱えた一級の工業公安であった。この地域は スペイン経済の推進力となり、結果として多くの労働者移民を引きつけ、中にはイングランド北東部から移住した炭鉱労働者、サウサンプトン・ポーツマス・サンダランドから移住した造船業従事者もいた。彼らはサッカーと共に育ち、1890年代初頭にイギリス人労働者が集ってビルバオ FC を形成。 バスク人学生らがイギリス人労働者たちの対戦相手となっていたが、学生らは土木工学や小学を収めるためにイギリスに渡った。イギリスでサッカーへの興味を深め、ビルバオに戻るとイギリス人労働者たちとの試合に手を加え始めた。1898年、ギムナジウムザマッコイスという総合スポーツクラブに所属していた学生たちは英語のスペルを用いた。 サッカーチーム、アスレティッククルブを設立。1901年4月5日、カフェガルシアで集会が開かれて公式に、クラブの設立が宣言された。1902年に初開催されたコパデルレイには、ビルバオ FC とアスレティッククラブの合同地位、クルブ、ビスカヤ、クラブビズカヤとして参戦し、クラブビスカヤは、決勝で FC、バルセロナを破って優勝した。 1903年、二つのクラブは正式に合併してアスレティッククルブとなった。同年にはバスクの学生がアスレティッククルブマドリードを形成し、このクラブは後にアトレティコマドリードに発展した。アスレティッククラブの創設日はサッカーシアの間で議論の対象となっており、クラブ自身は1898年創立であると発表しているが、 本当の設立年は1901年もしくは1903年であるとする意見もある。アスレティックは初期のコパデルレイで顕著な活躍を見せた。クルブ・ビスカヤによる第一回大会優勝に続いて新しく形成されたアスレティック・ビルバオは1903年の第二回大会でも優勝を達した。1九百四年には対戦相手のクルブ・エスパニョールでマドリードが スタジアムに到着できず、アスレティックが自動的に優勝となった。1907年、ウニオン・ビスカイイノとの合同チームとして、クルブ・ビスカヤという名称が復活した。数年間の停滞期を挟み、1911年に再び優勝すると、1914年から1916年までは3年連続で優勝。このチームのスター選手は卓越した。 オールスコアラーのピチイチであり、1915年のコパデルレー決勝ではハットトリックを達成した。彼の功績を称え、1953年以降のリーガイスパニョーラの得点王にはピチイチ賞というトロフィーが与えられている。1920年のバスク地方にはアスレティック以外にもレアル・ウニオン、アレナス・クルブ・デゲチョ、レアル・ソシエダなどのクラブがあった。 これら4クラブは1928年の全国選手権リーガエスパニョーラの創設メンバーとなり、1930年には CD アラベスも加わった。当時のプリメーラディビション一部は10クラブで構成されていたため、全国選手権のトップリーグの半数をバスク地方のクラブが占めることとなった。初期のアスレティックはカーン・コンテラ・ワイ・アフィチオン・ノー・アセフォルタ・インパートジアン。 地元出身のチームやサポーターと共に、外国人選手は必要ないをスローガンとした。1921年には、イングランド出身のフレッド・ペントランド監督が就任。彼は、エルボンビンという愛称で知られ、ショートパスを多用するサッカーを好んで、アスレティックのプレイスタイルに変革を起こすと、1922から23シーズンに、チームをコパデルレー優勝に導いた。 ペントランド監督は1927年にアスレティックを離れ、アスレティックマドリード、現在のアトレティコマドリード、レアルオビエド、スペイン代表などの監督を歴任したが、1929年には再びアスレティックの監督に就任し、1929から30シーズンと1930から31シーズンには2シーズン連続でリーグ戦とカップ戦のダル2冠を達成。 特に前者のシーズンでは18試合12勝6分という成績でシーズン無敗優勝を果たしている。1930年から1933年まで4シーズン連続でコパデルレイを制し、1932年と1933年には2シーズン連続でリーグ戦2位となった。百三十一年にはバルセロナに十二の一で圧勝したが、これは現在でも バルセロナの最大得点差敗北記録として残っている。ペントランド監督は2度の在任期間中にチームを2回のリーグ優勝と5回のカップ優勝に導いた。フランシスコ・フランコの独裁時代にはヒスペイン語の名前の使用が禁止され、またバスク出身選手のみにプレーを許すというチーム方針が撤廃されたグランドペアレントルールの発端とされため、 1941年から1973年までの間はアトレティコビルバオに改名した。様々な面で厳しい時代であった1940年代には、下部組織で優秀な選手を育成することで、クラとしての競争力維持に努めた。1941年には、テルモサラがデビューを飾り、以来13シーズンをアトレティコでプレーして公式戦。 通算294得点を積み上げた。サラは、スペイン代表でも多くの試合に出場して20得点を上げた。サラは1950から51シーズンに38得点を上げたが、2010から11シーズンに、レアル・マドリードのクリスティアーノ・ロナウドに塗り替えれるまで、この記録は50年間も1シーズン、最多得点記録であり続けた。皿と、同時代の著名選手には、 ホセルイス・パニーソなどもいる。1942から43シーズンには、リーグ戦とカップ戦のダブル、2冠を達成し、1944年と1945年にも、コパデルレイを獲得した。1950年代前半には、ラファイリオンド、ベナンシオ・ペレス、アグスティン・ガインサなどのフォワードが、次々と現れ、彼らは1949から50シーズンのコパデル。 ヘネラリシも、現在のコパデルレイ優勝に貢献。1955年には、チェコスロバキア人のフェルディナンド・ダウチーク監督が就任し、クラブに一層の繁栄をもたらした。ダウチーク監督は1955から56シーズンにリーグ戦とカップ戦のダブルを達成し、さらに1955年と1958年にもコパデル・ヘネラリシモで優勝。 1956から57シーズンには UEFA チャンピオンズカップに初出場し、準々決勝でマンチェスターユナイテッド FC、イングランドに敗れて敗退した。1957から58シーズンのコパデルレイ決勝は映画を極めていた、レアルマドリードとの対戦となったが、相手のホームであるエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで勝利して優勝した。 1930年代から1950年代にクラブの成功を助けたのは各クラブに課された厳しい外国人選手数制限であった。多くの場合、クラブはメンバーの中に外国人選手を3人までしか入れられず、すべての試合で少なくとも8人のスペイン人選手がプレーした。レアル・マドリードとバルセロナはアルフレッド・ディ・ステファの、アルゼンチン出身、フェレンツ・プスカシュ。 ハンガリー出身、ホセ・サンタ・マリア、ウルグアイ出身、ラディスラオ・オクバラ、ハンガリー出身などの選手に二重国籍を取得させることで、ルールの裏を書いたアトレティコは、自らのカンテラ方針をカくクに固辞し、わずかの柔軟さも示さなかった。1960年代のスペインサッカー界は、レアル・マドリードに支配され、アトレティコはわずかに一度、1968から69、 シーズンにコパデルレイを獲得しただけであった。国際的なクラブのようにアトレティコはグランドペアレントルールを採用しバスク地域に先祖がいる選手の獲得を許容した。このルールによりバルセロナ出身のアルマンドメロディオのアトレティコでのプレーが可能となった。1960年代にはメロディオの他にもヘスマリア・ペレーダ、ミゲル・ホネス、 ホセ・エウロヒオ・ガラテなどがプレーを許された。この3選手はいずれもバスク生まれではなかったが、ガラテの両親はバスク人である。いずれもバスク地域で育ち、バスク帰化人に区分された。1960年代前半には、ホセ・アンヘル・イリバルが台頭し、守護神として、クラブのレジェンドの地位まで上り詰めた。1970年代はあまり良い期間ではなく、 1972から73シーズンに一度コパデルレイを獲得しただけであった。1975年11月20日にフランコが死去して独裁体制が終焉すると12月5日のレアルソシエダとの試合直前アトレティコのキャプテンであるイリバルとソシエダのキャプテンであるイグナシオ・コルタバリアはイクリニャと呼ばれるバスクの旗をセンターサクルまで運んで儀式的に広げた。 フランコの死去以来、公共の場で、バスク国旗が掲げられた初めての出来事であった。1976から77シーズンには、UEFA カップの決勝に進出し、アウェーゴール差で、ユベントス FC、イタリアに敗れた。これ以後、クラブは、アスレティックビルバオに再開明した。1981年、ハビエル・クレメンテ監督が就任した。彼はすぐに、 チームの組織化に取り組み、クラブの歴史上最も成功を収めたチームの一つを気づいた。サンティアゴ・ウルキアが、ミゲルデ・アンドレス、イスマイル・ウルティビ、エスタニスラオ・アルゴーテ、アンドにスビされた、マヌサラビアなどのカンテラ出身の若手選手が、ダニ、アンドニ・ゴイコエチアなどのベテラン選手とうまく融合。クレメンテ監督の指揮下最初のシーズンは、リーグ戦で4位となり、 1982から83シーズンには27年ぶりのリーグタイトルを手にし、1983から84シーズンにはリーグとコパデルレイのダブルを達成した。1984から85シーズンと1985から86シーズンにはリーグ戦で4位となった。クレメンテ監督のアスレティックは、 頑強なゴイコエチアに象徴されるような荒々しいプレイスタイルで悪名高かった。クレメンテ監督は、二人の守備的ミッドフィールダーを、計3人のディフェダー、二人のセンターバックと一人のスイーパーの前に配置することを好み、守備的だが効果的なフォーメーションであるとみなされた。クレメンテ監督退任後には、イリバル監督、ハワード・ケンドール監督、ユップ・ハインケス監督、 ハビエルイルレタ監督などが就任したが、加速度的に進んだ各クラブの国際化の波に飲まれ、主要なトロフィーを獲得できず、復帰したクレメンテ監督も二度目の成功は得られなかった。クレメンテ監督以降で、最も成功したアスレティックの監督は、1996年に就任したルイス・フェルナンデス監督である。1998年、彼はクラブを リーグ戦2位に導き UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得した。クラブがカンテラに対して採用した、それまでより柔軟なアプローチがフェルナンデスの利益となった。今日ではバスク地方のクラブの下部組織でプレーしえすれば誰もがアスレティックのトップチームでプレーすることができる。このように1980年代後半には サラマンカ出身のパチュフェレーラやブラジル出身で幼少時代にバスク地方に移住したビセンテ・ビュルンなどがアスレティックでプレーした。フェルナンデス監督は初めてバスク系フランス人、ビセンテ・リザラズと契約し、イスマイル・ウルサイス、ホセ・マリなどがいたチームに加えた。バスク地方の他クラブの下部組織からも選手を引き抜き始めたため、これらのクラブはアスレティックに対して、 領土侵害であると主張。1995年、アスレティックは、バスクダービーを争うライバルのソシエだから、ホセバエチェベリアを引き抜き、両クラブ間に険悪な感情が引き起こされた。リザラズは1シーズン後にアスレティックを離れたが、ウルサイス、ホセマリ、エチェベリアなどが1997から98シーズンの中心選手となり、ラファエル・アルコルタ、ジュレン・ゲレーロ、パチ、 フェレーダなどと共に戦った。2001年から2003年まで率いたハインケス監督時代、二度目2003年から2005年まで率いたエルネスト・バルベルデ監督時代を経て2005から06シーズンと2006から07シーズンのアスレティックは止め争いに巻き込まれた。2005から06シーズンは苦戦を強いられ、クラブ史上初のセグンダ・ディビシオン降格の危機にあった。 最下位のチームの指揮を引き継いだ、クレメンテ監督、3度目の就任は、指揮したチームに守備的な安定をもたらすことで広く知られており、広角からチームを救うことが期待された。37説、エスタディオデリアソールで行われたデポルティ・ボラ・コルーニャに、勝利して、トップリーグ残留を決めると、残留を果たしたにもかかわらず、クレメンテ監督は2006から07シーズンの指揮を、 取ることなく退任。2006から07シーズンは、前年度よりも、厳しい戦いを強いられ、クラブ史上最悪のシーズンとなった。特にディフェンスが崩壊し、失点数は最下位のジムナスティック・タラゴナに次いで、ワースト2位の字を記録。シーズン終盤まで広角圏付近に位置したが、シーズン最終節、サンマメスでのレバンテド戦に勝利して辛くも、トップリーグ残留を決めた。 2007から08シーズン序盤は苦しむも、徐々にホアギン・カパロス新監督の戦術が浸透し、11位で残留を手にした。2008から09シーズンのアスレティックは再び見栄え、しない結果となり、前、シーズンと比べれば早く残留を確実にしたが、順位表の注意でシーズンを終えた。しかしコパデルレーでは、ライバルのオサスナや、 競合のセビージャ FC など厄介な相手との対戦を切り抜け、同大会で24年ぶりに決勝に進出した。エスタディオでメスタージャで行われたバルセロナとの決勝には1の4で敗れたが、全く不名誉な結果ではなく、高学年法選手揃いのバルセロナは、リーグ戦と UEFA チャンピオンズリーグで決出した結果を残していた。この準優勝により、アスレティックは、 UEFA カップから名称が変更された UEFA ヨーロッパリーグの出場権を得た。2009から10シーズンは国内リーグでも欧州の舞台でも着実な進歩を遂げた。レアルマドリードを破るなどホームでは立派な成績を残し安定して順位表の上半分に位置した。UEFA ヨーロッパリーグのグループリーグベルダー・ブレーメン、ドイツとの試合は ホームアウェイ共に完敗したが、CD ナシオナル、ポルトガルと FKA アウストリアウィーン、オートリアからは、計4試合で勝ち点10を獲得し、グループ2位で決勝トーナメントに進出した。決勝トーナメント1回戦では、RSC アンデルレヒとベルギーと対戦し、ホームでのファーストレグには1から1で引き分けたが、アウェイのセカンドレグに0から4と大敗し、2試合合計、 一から子で敗退となった。リーグ戦ではアウェーの試合で脆さを見せたが、ホームでは十一勝四分四敗の好成績を残し、わずかに欧州カップ戦出場権に及ばない八位でシーズンを終えた。若手有望株のハビ、マルティネス、マルケルスサエタ、オスカルデ・マルコスなどが高パフォーマンスを披露し、エースのフェルナンド・ジョレンテや十六歳のイケルム・ムニアインがトップチームで、 飛躍的な成長を遂げた。シーズン終了後には、過去15シーズンにわたって、アスレティックで500試合以上に出場したエチャベリアが、現役引退し、赤白のシャツを着て300試合以上に出場した、フランシスコ・ジェステが、突然、ムーを離れた。2010から11シーズン序盤には、ジョレンテが何度も得点して、チームを引っ張り、前向きなスタートを切った。アウェーでの成績は、 不安定であり、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得できる4位へ挑戦には不十分であったが、他クラブの不審から UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得の可能性が生まれた。シーズン中盤には守備陣に負傷者や出場停止者が多発したが、それまでビルバオアスレティック B チームのメンバーでしかなかったボルハエキサがセンターバックのポジションに入り、堅実なプレイで、 シーズン終了までレギュラーを務めた。10代のムニアインはほとんどすべての試合に、左ウィングとして、先発出場し、巧妙なプレーでジョレンテやガイスカ・トケロなどのフォワードにパスを供給した。18歳のホンアウロテネチェも、また、カパロス監督に強い印象を残し、深刻な怪我でシーズンを一足早く終えるまでは、左サイドバックのレギュラーを務めた。シーズン終了前には、 U-21 スペイン代表のアンデル・エレイラとの契約が順調に進み、アスレティックはリーグ戦6位で欧州カップ戦の舞台への復帰を決めた。2011から12シーズン前には、ソシオ、クラブ会員全員が参加した会長戦が行われ、現職のフェルナンド・ガルシア・マクア会長は、選手として長くアスレティックに在籍したホスールティアに負け、 ウルティア新会長の公約には、アルゼンチン代表前監督のマルセロ・ビエルサ商兵が含まれており、その公約通りビエルサが監督に就任した。ビエルサ監督は2010 FIFA ワールドカップで、チリ代表をベスト16へと導いており、2002から03シーズンまで指揮を取ったハインケス監督、ドイツ以来8シーズンぶりの外国人監督であった。在任期間中に、 アスレティックの名声を回復したカパロス監督は契約満了によりアスレティックを去ったビエルサ監督は型にはまらないフォーメーションや戦術を採用しチームの変革に取り組んだ何人かの選手は本来のポジションとは異なるポジションでプレー。2010 FIFA ワールドカップ優勝メンバーのハビマルティネスは足元の技術を見込まれてセンターバックに転向し デマルコスは本来ミッドフィールダーであるが、左サイドバックとしても器用さだ。シーズン序盤の成績は不安定であり、エレーラの不勝利脱などもあったが、シーズンが進むにつれて、選手たちは戦術変更に適応し始め、7節のバスクダービーに勝利してシーズン初勝利を挙げと、2011年秋にはパリ・サンジェルマン FC、UEFA ヨーロッパリーグ、おさすが、 セビージャなどに勝利し、バレンシア CF やバルセロナなどから勝ち点1を、もぎ取った。6節から19節までの15試合で敗れたのは、グラナダ CF 戦の1試合のみであった。UEFA ヨーロッパリーグでは、グループリーグを首位で通過し、決勝トーナメント1回戦では FC ローコモティフ、モスクワロシアを撃破。決勝トーナメント2回戦では、マンチェスターユナイテッド FC、 イングランドと対戦し、オールドトラフフォードで行われたファーストレグに3から2で、勝利すると、ホームで行われたセカンドレグに2から1で勝利して2試合合計、5から3での勝ち上がりを決めた。シャルケレイ4、ドイツと対戦した、準々決勝ファーストレグでは、相手フォワードのラウル・ゴンサレスが2得点を挙げるなど、72分の、時点で1から2と、リードされていたが、 その後アスレティックが立て続けに得点して4から2で勝利した。セカンドレグは2から2の引き分けで終え、2試合合計6から4でスポルティングクルーベでポルトガルとの準決勝進出を決めた。ポルトガルで行われた準決勝ファーストレグには1から2で敗れたが、セカンドレグは89分のジョレンテの得点などで3から1と勝利し、2試合合計4から3で、 決勝進出を決めた。5月9日に、ルーマニアの首都ブカレストにあるアレーな夏夜ならで、行われた決勝では、アトレティコ・マドリード20から3で敗れて、準優勝に終わった。2013から14シーズンより、エルネスト・バルベルデ監督が8年ぶりに復帰。合わせて、スペイン有数の司令塔に成長した MF、ベニアも4年ぶりに、クラブに復帰した。 リコ、ムニアイン、アンデル・エレーラ、スサエタラに加え、さらにレ・マルコス、イトラスペ、リバイバエ・ゴメスラで構成される MF は、質量ともに、リーガ有数の陣容となった。開幕前に、FW ・フェルナンド・ジョレンテが、ユベントスに移籍したことで得点力が心配されたが、開幕してみると順調に勝ち星を重ね、最終的に20勝9分8敗で4位となり16。 シーズンぶりの UEFA チンピオンズリーグへの出場を決めた。2014から15シーズンは最終的に7位でリーグ戦を終えた。2015から16シーズンの初めとなるスーペルコパデエスパーニャでは前シーズンに3冠を達成した FC バルセロナと対戦したがサンマメスで行われたファーストレグではアリツ・アドゥリスのハットリックを含む4から0で対象し、 セカンドレグでも1から1で引き分けて、約30年ぶりとなるタイトルを獲得した。2013年まで、ホームスタジアムであった旧サンマメスは、当時スペイン最古のスタジアムであった。このスタジアムは、サンマメスという教会のそばに建てられたため、ラカテドラルという愛称を持つ。当初の収容人数は7000人であり、1913年8月21日の、 ラシン・イルン戦が初試合となった。この試合では、セベス・ワソのキックオフによって試合が開始され、ピチイチがスタジアム最初の得点者となった。1982フィーファワールドカップでは、グループリーグの数試合が行われた。2013年6月5日に長い歴史に幕を下ろし、翌日から取り壊された。2013年9月16日に、 新スタジアムの新ン,ンマメスがセルタで B5000 で、コケラ落としとなった。インスタラシオネスデレ様も参勝。ビルバオから15キロ離れたマチレ様に練習場があり、ファームチーム、カンテラ、女子チームも同じ施設内で練習を行っている。デ明期のアスレティックは、間に合わせの白いシャツでプレーしていたが、1902から03シーズン、ブラックバンドオーバーズ FC、 イングランドと似たような青色と白色の縦縞のシャツがフアンもセールによって提供された。1909年にはクリスマスをロンドンで過ごしていたフアンエロルドゥイという名前のビルバオ出身学生が25枚の新しいシャツを購入するようクラブに生まれたが彼は十分な量を探し出せなかった。手ぶらでビルバオ行きの船を待っている最中、エロルドゥイは 港近くのサウサンプトン FC のチームカラーがビルバオの街と調和していると感じ、50枚の赤白のシャツを購入して持ち帰った。クラブの首脳陣はユニフォームから変更を即決し、1910年以降は赤色と白色の縦縞のシャツを着てプレーするようになった。エロルズイが購入した50枚のうちの半分は兄弟クラブのアトレティコ・マドリードに送られた。 青白のシャツから赤白のシャツに切り替わる前、スペインで赤白のシャツを採用していたのは、スルティングで基本、1905年よりのみであった。スペインの主要クラブの中では、バルセロナと同様に最後までユニフォーム広告を拒んだクラブであったが、2004から05、シーズンの UEFA カップとコパデルレイでは、バスク州政府から数十万ユーロのスポンサー料を得て、シャツの胸に、 緑色の文字でエウスカディと記した。赤、白、緑はバスクカラーである。2008年にはクラブ史上初めてとなる胸スポンサーとの契約に踏み切り、年額200万ユーロ以上のスポンサー料を得て、ビスカヤ県に拠点を置く、石油会社のペトロノールのロゴを胸に入れた。また、ユニフォームは1990年から1999年までカッパが製造していたが、 クラブ自身が製造していた時期もあり、国外で入手するのが困難であった。2009年、イギリスのスポーツ用品ブランドであるアンブロとユニフォームの提供。さらに2013年からはナイキと契約している。イン。アウト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。